こんばんは。改めまして佐藤純子です。今日の振り返りコーナーを始めます。ではどんぐり姉妹の311、お姉さんの奈美さんはお家にいるときに地震に遭いました。このおばあちゃんどうしよう、おばあちゃん助けてっていうのなんかわかるなと思って、はい、ずっと言ってました。うん、うん、こんなおばあちゃんの絵描いちゃいましたけど、で電信柱が揺れるのを見たって、うん、マリちゃんも新潟で電信柱見てたって言ってて、兄弟で離れた場所で、はい、物見てるものそのものは違う電線電信柱だけど、二人で同じもの見て地震を感じていたのかって思いました。新潟にいて地震に慣れてたっていうのはなるほどなって、他の町で他の地震に遭った人のことをこの震災後に聞いたのは初めてかもしれない、うん、でもその経験がすごく生かされてたっていうの、はい、うん、いいお話っていうと変だけど、それで家族に情報を発信できたっていうのはすごく、はい、すごいためになりました、うんうん、へそ上基準っていう新しい基準うん、これはユニバーサルに見事にですね、うん、倒れたものはへそから上にあったものだったんです、うんうん、それからのへそいいですね、うん、へその表現あこれへそ上基準で、その後にちゃんとへそした床上収納術、これは皆さんぜひ真似しておすすめですうん、やっぱり電話はダメだ、メールは大丈夫とかっていうのも経験が生きて、うんうん、でも仙台に帰れるのいつだろうっていうのは不安だったろうなと思うんですけど、はい、でもそれでも情報を知らせることとか、さっきの食べ物集めたりっていうので自分帰るの後にしようっていうのはマリちゃんの強さですなと思って、ありがとうございますあとこれが本日一番のマンホールトイレやっちゃったよちゃったよでしょ高橋家のどんぐり姉妹の秘密が明らかにでもマンホールトイレはいい使い道ですよね、はい、うん、避難、小学校行く派、家派、車派、うん、でも車も寒かっただろうなって思いました。そうですね、うん、エンジンを兄がうん、ちょっと起きてつけ直したりとかっていうのがありました、うん、ちょっと寝てはちょっとエンジンつけてまた切ってって、うん、そのガソリンもいつまで続くかっていう心配もありますしね、うん、でカーナビで情報を得ていろいろ映像を見たりっていうのもショックだっただろうなって、うんうん、怖かったね。部屋に物がない状態で過ごさなきゃっていうのも大変でしたね引っ越し準備中ので、友達後輩の方が優しいご飯を作ってくれたっていう話がこうちょっとほっとしました、うんうん、持つべきものはやはりそういう友達だったりご近所の縁だったりですね、うんうん、私はこのお母さんの分のサンドイッチを作って届けてっていうのをすごく、うん、優しい珍しくその後でお母さんが帰ってきた時に学校の状況を話してくれたのと一緒にサンドイッチ美味しかったありがとうっていうのを、はい、すごいこもって言ってくれました。気持ちがこもってました、うんうん、きっとこれは本当に嬉しくて美味しかっただろうなって思いました、うん、このメールに何時何分に送ったよっていうのを付け加えるっていうのは初めて聞いた話で、でも確かにそういう時差があったりっていうのあったんだろうなって、これは初めて聞いて今まで気がつきませんでした、うん、この差し入れ用意してたっていうのもすごく頑張ってたんですね、うん、段ボール3つもはい、お母さんの出汁が欲しいわっていうのも椎茸が欲しいわっていう、ねうん、日常のものがっていうのも分かるけどなんか可愛いなって、あとみんなの好きな食べ物を詰め込んでっていうのもすごく愛があっていいなって
うん、お兄ちゃんにはカントリーマームを食べさせてあげたいわとか愛があるお家ですね、どんぐり姉妹は。ありがとうございますとこれも愛があるなと思ったんだけど、お母さんの居心地よくしてあげたいなっていうので車の準備したとか、うんうん、どんぐり姉妹のお家の愛がいっぱい今日は溢れておりましたとお風呂はいいですよね。で、うん、暮らしについて考え直したっていうのはみんなよく言っていて、うん、これ本当ちょっと考えなくちゃなって思いつつ、私はダラダラしてしまったりして、ここに毎月来てみんなの話を聞いてまたあちゃんとしなきゃっていつも思います。で銀河さんの展示私も行ったんですけど、すごく綺麗な空間で、周りはまだ片付いてなかったりなものがいろいろあるんですけど、あの銀河さんの展示の空間に行ったらキラキラなものがたくさんで、それはこう人の手で銀河さんの手で作ったキラキラを分けてもらっている感じがして、すごく私は幸せな時間を過ごしました。どうもありがとう。嬉しいです。なんていうラブレターみたいなことをここに書いてしまいましたあ本当だ、いつの間にそうなんです。あ恥ずかしいから見せない。読めなかった。でどんぐり姉妹の最後のまとめ、マリちゃんが何をしていたか思い出せないって言ってたのは、こう情報を収集したりとか、こういうふうにしたらいいかな、ああいうふうにしたらいいかなとか、それを伝えたりっていうので、そういう時間だったからこれをした動いたっていうのがないのかもっていうのも、なるほどなーって、すごく家族のために動いて自分も大変だったりなのに、なんかどんぐり姉妹の愛ですね、うん、それに尽きる一日今日今回はでありました。で11月11日のボーダーレスボーダーナイトは私も行きます。楽しい夜になりますようになんて駆け足でお伝えしましたが、何か言い残したことはないですか、はい、いいです。団長は何かありますか。え、ないです。ないです。北野くんは何かありますか。あ、北野くんも参加だもんね。ではこんなところで今日のつれちゃんお開き。ではではまたね。